じゃない。うるさい。声うるさい。めっちゃ変な夢見た。何見たの？あの銀座とかの百貨店のさ、うん、とこに買い物行く夢だったんだけど、うん、ご飯しようみたいなとこがあって、そこになんかキックボードが置いてあったの、なんか席のとこに借りれるやつだとか思って勝手になんか店内走り回ってたら、なんかお金持ちの人がさっき購入したものだったの。だすいませんでしたって返却する夢。あの実はこれ本当は買いたかったんですって言って、なんかこれどこの買いでしたかとか言って聞いてごまかして、あ私夢の夢めっちゃごまかしてんなと思ってクソみたいな夢だった。おじかよ9はあと9超おいしい。無印でね、デラピケのもらったスイッパを重宝しました。重宝してます。重宝してます。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ねえ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 、顔が大変だこれ。しんどい。なんかさ、んなんでこんななんだ。何が。昨日の夜にスープ飲んだせい。なんか朝起きて思ったことは、息が臭いと思った。悲惨ですね。かぶってこないで。え、増えた。すいません。ありがとうは？何？洗い物。洗い物ありがとう。いいえ。緊急っていう動画でね、給湯器がね、故障してしまったっていう動画を出したんですけれども、管理がすごい一生懸命ね、今現在中古でも何でもその給湯器が余ってる業者とか。お問い合わせをしてくれて、で無事今仮設置の状態なんですけれども、中古の、まあ、かなり古いんですけど、うん、一応別のメーカーの給湯器を仮設置でつけて、届き次第本設置っていう形でちゃんと設置してくれるということだったので、解決したので皆様にね、ありがとうございます。その報告になります。家のお風呂は最高だよ。みんなお茶漬け。What the means of茶漬け。私の今日の朝ごはんはオートミールのお茶漬けです。はい、紹介してうーちゃんの朝ごはん。はい、私の朝ごはんはベース卵。いただきます。2個。ごちそうさまでした。おいしょ。無茶ですね。基本的にお休みの日は、まあ、お出かけしない限りはすっぴんですね。えね、家で化粧してるってどういう感じ。え、家で化粧してる大体。うーん、いや、なんか何もなかったらしないんじゃない。でもマジこう柔らかくなった、ちょっと嘘。お散歩行くか。うん。おう、よいしょ。起きた？起きたので今からね、お散歩に行きます。
はい、行ってきます。行きます。プディンかシュシュ。プリン食べる。ゆうちゃんプリン。皆さん聞いてくださいよ。昨日私たち喧嘩したんですけど、喧嘩したらゆうちゃんね、家から出ちゃうんですよ。家出しちゃうんですこの人。で家出した時に、昨日の家出先はジムだったんですけど、ジムに家出しに行って。私がこう怒りながら待ってたら、わびしなを買ってきてくれまして、プリンを買ってきてくれたので許しました。あーん、私はね、ナメリカプリンと、ナメリカプリンナメラカプリンと、牛乳プリンとかめっちゃ好き。美味しいよね。チョコプリン極めとどっちにしようと思った。美味しいよね。すごい名前だ、こんな名前だ。うん、この間ね、視聴者さんからこれもらったんですよ。クノールのスープ、これめっちゃハマってて、これ皆さんおすすめなんでぜひ飲んでください。これにちょっとだけ生クリーム入れて飲むとマジで美味しいので飲んでください。マジで美味しかった。え、マジ気に入りすぎてアマゾンですぐポチった。え、そうなの。追加追加ポチった。あとみんなに見せたいものがもう一個あるの。視聴者さんからいただいたパズルを私が14時間をかけて完成させました。イエイエイ。はい、お座り。はい、なんか美容映画。